ヒントトロイデン、神チームだった。誇り高きヒントトロイデン、遠藤、リバプール、富安、アーセナル、鎌田、ラピオ、中村、スタッドランス、橋岡、ルートン。過去にヒントトロイデンへの幽閉を嫌って何か書いた気もするが、でも富安や遠藤もそうだったものな。俺が間違ってたわ。ステップアップにヒントトロイデン経由は必要だ。中村敬斗もヒントトロイデン在籍歴があるのか。現日本代表にヒントトロイデン在籍歴率高いよな。ザイオン、富安、遠藤、中村敬斗、こんなにいるのか。ヒントトロイデン、移籍金で年10億くらい稼いでそう。ヒントトロイデンに足を向けて寝れないな。富安と遠藤の顔つきが全く違う。年齢もあると思うけど、なんというか貫禄が全く違う。富安なんかまだ25歳なのに100戦錬磨のベテランみたいな貫禄あるもん。富安、遠藤のような活躍を橋岡大輝にも期待したい。まさか次にプレミアに来るのが橋岡だと予想できた人は一人もいないのではないか。YMDMM の課金が日本サッカーを変えるとはな。